もしもし、テレフォン人生相談です。すみません、ちょっとご相談がありまして、はい。自分36歳なんですけども、はい。離婚してですね、はい。3年ぐらい経つんですが、はい。子供が2人いまして、はい。今、中学1年生と小学2年生の娘がいるんですけども、はい。そのことは、月1回以上ですね、はい。一応、養育費を払えば会えるというような形をとってまして、はい。なかなか会うのにも難しい状況と、はい。あとは3年前から離婚をきっかけに自分自身をちょっと見失ってしまって、はい。ちょっといろんなとこからお金を借りてですね、気晴らしというか、なんかそういうような状況になってしまって、はい。まあ今、借金でも頭を悩ませてるとこなんですけども、はい。もう一度自分を取り戻したいなと思って、どうすれば元のっていうか、もう少しまともな人生をこれからやり直したいなっていう気持ちで、今、ちょっと今後どうしたらいいかなと思って、今ちょっとご相談に乗ってもらいたいなと思って。わかりました。まずお伺いしたいのは、ご結婚をされたのは何年前ですか？13年前ですかね。13年前に結婚されたのね。はい。で、結婚してた期間が10年間なんですよ。はい。で、それは相手方のご両親と一緒に生活してまして、はい。マスオさん状態って言ったらいいのかな。そんなようなおお。状態で、はい。そうすると、奥様おいくつでした？現在。現在は36です。で、ご結婚されてる時には、義理のお父様、お母様とご一緒に住んでらっしゃったことね。そうです。で、そちらの方はお父様おいくつ今？64か5だと思いお母様は？ます。60か61だと思います。で、お住まいになってた時は、同居？それとも二世帯住宅みたいなとこ？同居です。あ、同居。で、他に元の奥様のご兄弟はいらした？妹がいました。お妹さんも一緒に住んでらしたの？で、自分の親と揉めて、旦那さんと出てったんですよね。別なところで住んでるんですよ。なるほど。妹さんはいくつぐらい？28か7ぐらいだと思います。なるほど。で、どちらが先に結婚されたの？あなた妹方？さんです。あ、妹さんの方が先に結婚されたの。はい。で、一緒に住んでたんですよね。で、妹さんが、そのご両親と揉めちゃって、外へ出られた。そうです。で、その後にあなた方が結婚して入ったってこと？そうです。うちらの長女が生まれた時に仕事場からもちょっと遠いかったっていうのもありまして、はい。出産した後も、まあ私の経済的な問題もあって、すぐ働かなきゃいけないような状況になってしまったんですよね。はい。それで、見てもらうのに、実家に朝子供を置いて、で、また職場に行くっていうのが辛いと、そういう話をなんかご両親に相談してて、ええ。それなら子供の面倒は、私たち、おじいちゃんばあちゃんで見るよと。はい。だから、部屋も空いてるし、うん。引っ越してきたらどうだっていう話になって、住み始めたんですよ。なるほど。で、そこはそうすると、あなたと義理のご両親とはうまくいってたのね。言ってたと自分は思って、ずっと来たんですけど、なるほど。お母さんとちょっと揉め事が何年か続いちゃって、ええ。お母さんの方から、娘と孫はここに置いて、あんただけ出てきなさいよって話になってしまって、はい。それで離婚することになったんですあ、よね。さあ、そういうこと。奥様とうまくいかなくて離婚じゃないんですね。はい。まあ、最初のきっかけはそうなんですけど、はい。結局は、なぜうちの母親と仲良くあんたできないんだっていう話から、ええ。喧嘩するたびに私が間に入って仲直りをしても、それを繰り返してまた同じように、はい。私が一生懸命こう仲直りに協力したのに、またそういうことをやってるのかいっていう話になって、はい。それがなんか嫌になってきたらしいんですよね。ああ、それはそう。何？どういうことなの？あなたにとって何が嫌だった？もしくは、義理のお母様があなたの何が嫌なの？はい。まず給料が安くて、なぜうちの娘をいつまでも働かせてるんだとか、ええ。できちゃった結婚みたいな形になっちゃってるんですけど、ああ、なるほどね。自分はそんなつもりもなく、はい。いずれきちんとご挨拶しに来て、はい。で、了解を得て結婚しようと思ってたんですけど、はい。それがなんか順番が違うとか、はい。
あと、私の方の父親とか母親の娘さんをもらいに来るっていうか、もらうっていう、なぜ挨拶にきちんと来ないんだとか、違う機会で自分の父親とか母親とか紹介してるし、そういう場を作って、一応話はしてるんですけど、はい、それがなんか違うだろうっていう言い方されて、で、あと、家事のその手伝いの仕方がなんか気に食わないとか、なんかいろんなことを言われたんですよ。なるほど。嫁衆とじゃなくって、婿衆と問題みたいな話ですね、そうすると。そうですね、最初のきっかけがそうですね。そういう生活が何年か続いて。あ、それって10年目じゃなくてもっと前から。そうですね、離婚を決めた2年とか3年ぐらい前から続いてたっていうか、お母さんと顔を合わせるためにいつまでいるのとか、あんたの声も聞きたくないし、あんたの顔も見たくないんだけどとか、なんかどんどんエスカレートしちゃって、もうこっちももうどうすることもできなかったんで出てったんですよね。大変でしたね。はい、3年ぐらいその言い争ってて、もう家帰れば隅に行って、そのストレスで食べても吐いたりする時期があったんですよ。そんなのがもう3年ぐらい続いて、もう我慢の限界で離婚を決めたんですよ。なるほど。で、その離婚を決めた時、これはお互いに離婚は承諾したんですか、それともなんか調停とかに行った？行ってないです。じゃあ財産はどういうふうにしたの？半分分け？財産は、あの、通帳に入ってる預金とかは基本的になかったんで、自分たちが欲しいものを、とりあえず、これとこれは欲しいとか、こう、なんか色分けして、はい、それで納得した上でもらったんですよね。なるほど。で、はい、あなたには養育費が課せられたわけね。そうです、そうです。で、それはいくら？二人子供いるんですけど、二人で4万円って言われたんです。4万円が1ヶ月？はい。でも、自分の給料も知ってるから、4万円も払えないよねっていう話になって、払える月があったら4万円欲しいと。はい、払えないんだったら最低3万円から3万5千円はもらいたいって言われたんです。はい。で、それは払ってんですか？今払ってます。で、払ったらその条件として、お子さんと月に1回以上合わせるって話なの？そうです。その離婚されたまでの経緯は分かりました。その後の3年間、お酒飲み放題みたいな感じ？お酒もそうですし、はい、パチンコだったり、はい、競馬だったり、はい、あとショッピングにちょっとお金を費やしちゃって、ええ、で、今はもう借金だらけなんですよね。借金どれぐらいあるんですか？あとですね、100万ぐらいですね。100万ぐらい。それはいずれ返せると思っているわけね。自分では払えないとは思ってないんで、はい、どんなに多少予定の期間過ぎても、なるほど、払い続けようって思ってるんで。そこまで立ち直ってきたっていうことね。はい、そこまでは来たんですけど、子供が中学1年生と、小学2年生の女の子なんですよ。はい、で、2人が同時に会える日じゃないと、私も会えないんですよね。はい。例えば、それは上の子が奥様からの条件なの？そうです。二人一緒じゃなきゃ合わせませんっていう。はい。だから片方が学校の行事で来れませんよと、遊べませんよと。ええ、そうすると、片方が遊びたくても会えないような状況なんで。なるほど。今後、中学生と小学生なんで、ええ、はっきり言ったら会える日が本当に少なくなってしまうなっていう、寂しい気持ちがまた出てきちゃって。なるほど。お子さんたちはどうなんですか？あなたと会いたいの？あんまり会いたくないの？自分が感じるのは、下の子がですね、4歳の時に別れてるんで、はい、パパがまた仕事で今家にいないだけであって、パパがまた一緒に生活できるというような感覚でいるんですよね。なるほど。で、上の子が自分のところに遊びに来ても、その自分の世界をもう持っちゃってるんで、自分が知ってる感覚で娘たちに当たると、すごい反発されるんですよね。ということは、お嬢さんたちも、どちらかというともう、あなたがね、離婚してるからっていうことではなく、はい、親離れしてきて、自分たちの世界の方が忙しくなってきちゃってるわけよね。特に上の子はそうですね。そうですよね。はい。なるほど。わかりました。じゃあ、今日のご相談をまとめてみると、
別れた時の娘たちと今後どういうふうに付き合っていったらいいのかっていうのと、自分自身のこれからの生活をどうすればもうちょっと正常な生活を取り戻せるのかっていう、うん、ことなんですね。そういう相談ですね。わかりました。今日はですね、医学博士の森田浩一郎先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。はい、もしもし。あ、どうも。本当にご苦労なさってるのはよくわかりますけれども、はい、あと36でお子さんがもう中1と小2、女の子でしょ。はい、女の子っていうのはもうそのくらいになってくる、まだ小学校無理としても中学の方はもうこれ自立してますよ。はい、そんなもう父親なんかどうでもいいって感じになると思いますよ。うん、ましてこういうごたごたのことを知っていらっしゃればいるほどね。はい、こんな父親なんかいらないと会わなくてもいいっていう感じになってくるのは世の中の常だと思います。はい、あなた別れたこと付き合い方っていうけど、もうね、僕に言わせればあなたが自立していくんですよ。まずね、借金をちゃんと返して、はい、きちっとね、子供に対する責任がある養育費が3万円とか3万5千円とか4万円とかっておっしゃってるけども、はい、それはきちっとね、成人するまでは子供に払ってやると。それがあなたの責任と、もう一つは子供のためにあなたがしっかりしなきゃ。はい。お子さんが二人いるんだから、いつになってもあなたが父親であることは変わらないんだから。はい。例えばこの子たちが結婚するときに、もしかすると呼ばれたら行く立場のときに、堂々と生きてる男でなきゃいけないわけですよ。あ、はい。だからまずあなたは体に気をつけて、自分の心を自立するように努力をして、いつ経っても娘さんがもし結婚して孫ができたら、会えるようなおじいちゃんになってくださいよ。はい、わかります。ねえ、もう今中学1年つったら、あとあんた、早ければ10年も経ったら結婚するかもしれませんよ。はい。その時に、もしあなたがちゃんとしてるのを見れば、娘さんも、あ、お父さんは、なんかあって離婚したんだけど、ちゃんとしてたんだと、っていうことに結果になったらいいんじゃないんですか。はい。ね、きちっとはなるべく早いとこ借金なんてものを払って、仕事一本、はい、働くこと一本、お子さんのこと心配するんならお子さんが嫁に行くときにたっぷりお金を渡せるぐらいなおじいちゃんなり親なりになってください。あ、はい。わかった。わかりました。しっかりやろうよ。はい。お分かりいただけました？はい、わかりました。あのね、森田先生がおっしゃりたかったのは、あなたがお子さんに会えないのが寂しいっておっしゃったと思うのよ。はい、そうです。で、自分の思いでお子さんに会おうとしてんのね、それ。お子さんに会えないっていうことで、自分が会いたいと思って、そのことでこちらにご相談になったっていうことに対して、森田先生はそうじゃないよっていうことが言いたかったの。ご自分がしっかりされて、一人でも生きていけて、お嫁に行くときにお金をちゃんとあげられるような親になっときなさい。要するに、子供の方のことを考えて、会える会えないは決めなきゃいけないよっていう話なの。はい。わかる？わかりました。うん。で、結局ね、お子さんの方だって、あるとき気がつくよ、きっと。で、お父さんに会いたいと思うと思う。お母さんがどんなことを言おうが、自分の意思で動ける。はい、例えば、大学になった時、はい、あなたがしっかりしていれば、会いに来やすいわけじゃないですか。そこはもう子供の人格があるんだから、子供に任せましょうよ。はい。そして、あなた自身は、なんか森田先生かなり叱咤激励されてましたけど、自分自身で早めにお金を返して、それどころか貯金をしとけとおっしゃってましたからね。そうですよね。うん、そっちの方で頑張ってください。はい。できるかな？できると思います。頑張ります。はい。そうしてください。はい。どうも。はい。失礼します。